今日2回目撮ってます。イベントチケット使って団員戦のトンプーを売っています。休みなので、あとチケット2枚もらったので、せっかくなんでイベント使い切りたいなと。いつも余らせて当日期限切れのチケットそのまま捨ててるんで、たまには使い切りたい。トンパツなんちゃドラローワン。初は鳴かないスルーですね。ここは日産で使うんで、初鳴くと雀灯がないです。まあこうなると初鳴いて2000点ありだなと。それかまあ上がんなくていいんで、大きく手を育ててみようかなと。このタイミング迷いどころですね。初鳴くのか鳴かないのか。私は1枚孵化しますけど、初鳴いて2000点に動いてもまあいいんじゃないかなと思えるタイミングです。まあスチッソは当然警戒として、トンかダブトンとあダトンとパーソーのシャンポン待ち。イーピン切らないでトンから切った人は一発で高め振り込みと。トン2局親ドラ9ソー親なので、結構単品系の軽い手が来ていいですね。タブトンはもう終わり。ドラ9ソーは使えづらい、使いづらい手格好なので、持ってきてもまあ切るかなと。まあ、ウッパーワンから引くとして、カンウッソは闇かなと、ダマかな、そんな感じ。まあ、両面に変わったら、リーチかなと。4-5-6、4-5-6。E1、スー1引けば4-5-6ですね。まあこの辺でリーチしとこうか。単野を消えますが、7700のテンパイ。積もって4000オール。テンパイレンチャンであれば親の足止めリーチで即リーもわかるんですが、 MJ は上がりレンチャンの都合上足止めリーチもいいけれど、上がれない場合は親が終わるんで、上がれる形またはきちんと手の形が理想に近づいた時にリーチと。ダマの人はこの数話も捕まえてますね。タンヤオも
ついてます。私の捨て牌が想像切れてないんで単純に出てこないだろうと。まあ半分は積もきたい。または相手がテンパればウーソーも切ってくる可能性あるので、二間リーチになるとなおさら出ないですね。ちょっと画面がカクカク、ちょっとまずいね。上がれないのはまずいいとして、画面のカクカクがまずい。D のミスチーピン、思い切ったなぁと。ここはなんだこれ4の1。まあポクシーもありですね。ポクシー行ってみようか。こういう風に1球が足りない、自敗は揃ってる、この時は国士上がれます。反対に1球は揃ってる、自敗揃ってない、この時は国士上がれませんという経験上の謎理論が私にはあって、少なくとも自分はそう思ってます。イーシャンテン、イーピンとイーソー、イーソーはあと2つ、イーソーはあと2つ、イーピンはあと3つ。イーピンかイーソーでテンパイ。うわー、安牌抱えたかったのに、安牌抱えたかったのに間に合わなかったですね。まあテンパったら当然押します。虎を押さえて現物、E ピンは3つ、 E ソ2つ、数番は現物。ローソを通ったんで3ゾーンもいけるかなと。ウーパーソー、これは大きい上がりですね。リーボーが3本くるんで相当大きな点数になります。少しだけ国士テンパイを期待させれたんで良かったんじゃないでしょうか。1000点上がられるとビリになるので、ここはまあ3茶確定の1000点でもいいかなっていう動きです。ドラ1枚でも引けば2茶と。ちょっと天敗に一直線に行かず、少し2茶を見て2000点を作りに、または左から2000点直撃だとトップなんで、1000点になっちゃった。
上から直レバーに行っちゃうですね。 G トップは難しい。まあ3着確定の上がりと。お疲れ様でした。まあ3着確定の上がり、まあ、4着回避したっていう一局ですね。面前で万眼手作ってトップ狙うっていう打ち方もいいと思います。まあ当初の予定だとトーンをポンしてまず上がれる形確定させてから手作りしてる間にドラまたは赤ウーぐらいは引くだろうという予定で手を進めたんですが結局引かず。まあ3着確定の上がりとなりました。このレーティング R、 これは段位が低い人に負けると下がる、高い人に勝つと上がる、そんな仕組みらしいので、多分8段で1700って結構低い、段位低い人に私は結構負けてるなと、負け越してるなと、そんな数字だと思われます。まあその辺はまあ弱くて OK なんで気にせずやっていきたいです。どうもありがとうございました。